ウクライナです。ブラコワ、この選手はロンダードから2分の1でひねりをしましてから、前半入りますね。233番のクニジュニクです。あ、そうですか。前転跳びから1回2分の1ひねりまして、前方屈伸宙返りをやると思いますけども、最初の演技、ルーマニアと中国はお休みです。ウクライナが跳馬、ベラルーシが平均台、ロシアがゆか、アメリカ段違い平行棒、これが1本目です。オクサナ・クニジュニク、今年のブリスベンの世界大会の代表でもありました。前転跳びから2分の1ひねりまして、そして後方の屈伸の宙返りです。 9.9 満点ですね。いわゆる屈伸のクエルボという技ですね。そうですね、はい、そうです。146センチの17歳、ウクライナは予選5位で通過してこの決勝進出です。いかがでした？ちょっと後半のところで少し足を開いてしまいましたけども、高さは十分にあると思います。女子の跳馬は2本飛びます。これは同じ飛び方でもいいし変えてもいいわけですね。はい、そうですね。得点の高い方が、はい、持ち点になりますので、